してるって言いたいのか。俺は本気であの人と付き合ってるよ。それは過去にはいろいろあったけど、直接彼女には関係ないだろ。一番反発が強く営業に支障が出ている営業所の担当者を店閉めのために左遷することにしました。これで営業所の担当者も必死で現場を抑えるでしょう。そんな、わしがそうするもんじゃろうて。申し訳ありませんでした。私はわしの目かすめんだけど、それその可能性は大丈夫ですか。この近くの4箇所頼んでますか。うん、いいよ、パトロールについて。ありがとうございます。会社やビルの分かんない。エクゼにつながる証拠は見つからず、たどり着けない。キュンキュンしてる。似顔絵何かの証言から明日つく。のんびりしてんな。携帯まだやで、ポコ。